何人の方が来たよ、やった、あのね、さっき山根すずはちゃんがめっちゃ LINE くれてて、でめちゃくちゃ細かく教えてくれてました。だからまたちょっと改めてそれを読んでやりたいと思います。なんで疲れてる。確かになんかもうごちゃごちゃなって、え、15位にしおりちゃんいたん？しおりちゃんありがとう。そう、ずんちゃんすごいよな。無理しなくていいんだよ、優しい。泣いてました。すいません、そんぐらいでは涙出ないぐらい鍛えて、鍛えられてきましたね。 NAB では、もうちょっといったら泣いてたかもしれないです。ずんちゃん優しい。大丈夫ですか？大丈夫なのか。だからファンの皆さんになんか心配かけちゃって、心配というか迷惑かけちゃってたらめっちゃ申し訳ないなっていう気持ちで落ち込んでいます。ボディクリームはありました。違うやつ、それを塗ります。で、このね、ずんちゃんが教えてくれたんです、このライブのね、この1位からこれを読むんだっていう。もうせっかくあんなにいっぱいやってくれてたのに名前読めなかった方がいらっしゃったらごめんなさい。すいません、すいません。こんばんは。でも今からこう見てくださった方は何の続きか分からへんからあれですよね。なんかなぎちゃん急にどうしたんって、何を謝ってんのって。これ第2回目なんです、今配信。テロップ出そうって何？とりあえずのとりあえずが分からへん。第2部、まあね、今回このエモストというのをやってますんですが、本当に NAB のメンバーいっぱい他にもこう頑張ってる子たちがいるので、その方の配信、そのみんなの配信もぜひ見てください。そう、参加することに意味があるんです。そうなんです、本当にね。こうでも最近、まあ総選挙とかもないし、こう公演とかでもあんまりお会いできなかったりとかして、ファンの皆さんとこう一体になるという、なんか一緒に何かに熱くなるっていうことがあんまりなかったので、なんかいい機会だなって思いますし、せっかく MBS さんとこう NAB と番組をねやらせていただけるということで、やっぱりね、ちょっとでもなんかねできたらなと思って、楽しい思い出作れたらなと思ってね。そう、メンバーいっぱいメンバーいっぱい。これね、だってランクインじゃあ、このこれにイベントに参加するというのだけでもすごい勇気だと思うんです。その勇気をね、私はそんな勇気を振り絞ってという感じではないこともないけど、なんか他のメンバーはすごい勇気を振り絞って、ナンバ鉄砲隊をずっと頑張ってた子たちはファンの皆さんに迷惑かけるんじゃないかって、もう一回
やるってなったら書けるんじゃないかと思っても、やっぱなんか頑張りたいと思ってこう参加した子はすごい勇気だと思うんで、うん、それをぜひその勇気を買ってあげてください。私が言うのも変ですが、タワー来ました、ありがとうございます。ずんちゃんから教えてもらったこれで私はタワーのこれを見ます。おい、パパパ、にゃー、え、このさ、もうほんまにまたわかんないんですけど、これタワーをやってくださったとかってこのギフトのとこでわかるんですか？お名前っていうのは1位の方がですか？でもギフトは途中までしかあれですよ、出ないですよ、こうシュンシュンシュンってしても出ないですよ、全部いかへんもん。それどうしたらいいの？スペシャル、あ、チョウさん、ウィリアムチョウさん、ありがとうございます。こうやってファンの方が何々さんだよって教えてくださるっていうのがすごい優しいですね。言ってあげてねっていうことですよね。スペシャルゲストってどうやって見るの？いや、コメントじゃなくてこうギフトのとこ見てるんですけど一向に動かないんです。あら、ミラーボール来た、照らされてます、私照らされております。これミラーボールしたら何したらいいの？そう、コメントの横にあの見てるんですよ、スペシャルギフトのこと。50カウント完了、スペシャルギフトも照らさんと、もうミラーボール照らさんといて、もうミラーボール恥ずかしいから。なんかすごいすっごいあれですよね、ハードルが上がるというか、こうされてることによっておなんかするんちゃうかっていう、すっごい断続されてます。これ2分22秒ん、あと2分もこれミラーボールにゃ。ちょっと待って、なんで2分も私ミラーボールされなあかんのよって言いそうになりましたやん。でもそれはほんまありがたいこと。じゃあなんか歌いますね。何の歌が好きかな私。やっぱ何歌ってほしい？だから48の歌しかダメなんですよね。だって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 しょうがないでしょ、まだ帰らないのって聞かれてごめんそっけないリアクションして。なぎさで、あーなぎいち、何が、あ、ちょ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 しん、ちょちょちょ調子調子調上気分調上きっとずっとうまくいくさ上上いっぱい。わかんの？もうあかんの？やばい。じゃあ48の歌、私は柏木由紀さんの真夜中の歯ブラシ、歯磨きかがめっちゃ好きなんですよ。私よりも似合う人が現れたならしょうがない、だってあなたの幸せそうな笑顔を見てるのが
好きだからできるならば最後くらいちゃんと会って話したかっただけどあなたの家にいたら二人の迷惑になるからめっちゃいい歌なんですよ。いい歌というかなんか情景が浮かぶ歌というかすごい切ない歌っていう感じで私が歌ってました。ずっとその間にいっぱい歌のリクエストが来てました。それは早この歌歌えっていうことですか。もうええやろって、もう次これ歌いやがれっていうことですか。何キャラ。固い思いよりも思い出がめっちゃ多かった。歌えってことやで。もうその歌ええんやって、もうさ飽きたわっていうことですか。あ、もうほらもうバババーンなりましたやん。あくびは、あくびは出ます。もう眠いから。ボディクリーム塗り忘れてました。なんか塗り忘れというかなんかめんどくさくなってきたというか、今日はね、今日はあれしました。いい感じ。これあれです。 アミウインクさんはめちゃくちゃ帽子が大きいです。かぶれ。ミスターパーカージュニア、ミスターパーカージュニア出てけて。チョコプラさん、あ、優しい。でも私はもうそろそろ終わらなければいけない。もうそろそろ終わって、まあ関西の皆さんお願いします。とりあえずテレビつけといてください。関西の皆さんはどうか。うーん、今何時何分なんやろ。でもちょっと本当にもうそろそろ終わらないといけなくなりました。でも今あ、片思いよりも僕は今16位。ありがとうございます。じゃあちょっと思い出を選んだんだ、君の素敵な笑顔がさあ。あれ何やったっけ、ダンスやったらめ片思い、あ、やばい、ダンスも忘れてる。どんなやったっけ。片思いよりも僕は思い出を選んだんだ、君の素敵な笑顔が友達さ。忘れました。もうね皆さん、私の
記憶力、私の記憶力はほんまにもうすっごいなくなるんです。君と出会って僕は変わった、息を切らし走ってる、誰かのために必死になるって気持ち、欲しかったのは答えじゃなくて問いかけてみること、今額に落ちる汗の分だけすがすがしい。あ今何時ですか？知らないうちに眠ってたみたい。お、もう半ぐらい、28分ですね。わあ。あら。わ、タワーいっぱい。成人したとは思えない。お、2356さんからです。ありがとうございます。あ、違う。え？ちゃう？23時56分ってこと？これまた教えてもらうのかな。これもさ。皆さん、クマ、でかいクマ、かわいい、かわいい、おきい。あ、ケンさん2356さん、ケンさん2356さん、ありがとうございます。もうもうほんまにこんなにもタワーの建て替えがない、アイドルいないですね。すいません。でも本当にもう感謝してます。はあ、だってさ、これやってもさ、頭さ見れない、バラとかハートとかさいっぱい見れないけどさ、このさタワーが出てこないよ。悪夢だってさ、クマちゃん、はミリアム長さんとコウスケさん、ありがとうございます。そしてそれを教えてくださった皆さんもありがとうございます。もう私は、では、え、お、もう私はもうそろそろ、では終わらせていただきたいと思います。皆さん長い間10時から間違えて始めまして、そこから今までありがとうございました。もうたくさんね、本当
楽しい思い出を作れたらと思っていたんですが、皆さんはどうでしたでしょうか。私は反省点ばかりでございます。最後にランキングを読ませていただきます。まず1位、ウィリアム・チョウさん、ありがとうございます。2位、コショさん、ありがとうございます。3位、三井さん、ありがとうございます。4位、ケンさん、ありがとうございます。5位、コウスケさん、ありがとうございます。6位、ジョン・アット・香港さん、ありがとうございます。7位、りょうたくん、ありがとうございます。8位、なっち、なぎちゃんさん、ありがとうございます。9位、こうめさん、ありがとうございます。10位、たけぼうさん、ありがとうございます。11位、なおぞうさん、ありがとうございます。12位、とんちゃんさん、ありがとうございます。13位、みきちさん、ありがとうございます。もう皆さん、もうね、ほんと、そしてめちゃくちゃね、こんなにもたくさんの方がこう下にも集まってくださってて嬉しいです。そして6608人の方、そして前半にもたくさんの方が見てくださって、もう感謝してます。もうこんな、もうやりがいのないアイドルですみません。もう私の全ては私の勉強不足、そして理解能力のなさでございます。すいませんでした。おー、なぎちゃんの顔見て嬉しい。優しい、ありがとうございます。5位以内に入るなって、ありがとうございます。もう、ちょっとまた頑張って聞いて、まあ、ちょっとメンバーに会える仕事があるのかっていうところなんですけど、またずんちゃんが送ってくれたものもちゃんと見て勉強したいと思います。ありがとうございました。では皆さん、おやすみなさい。でも寝ちゃダメですよ。関西の方はまだ見るものがあると思うので。ではね、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。消しますね。おやすみなさい。いい夢見てくださいね。私も夢見よう。バイバーイ。あ、なんか、なんで投票なん、これ、なんなん投票のやつ。